津軽秀丸は、日本の伯爵、貴族院議員。旧姓はこの絵。御用税天皇の男系11世の子孫である。この絵忠草の次男として、東京に生まれ、旧弘前藩主である、津軽嗣明の養子となった。学習院中等科卒業後、ドイツに留学し、ボンの高校を卒業する。さらに、ボン大学、ベルリン大学、ジュネーブ大学で、法律学、 政治学及び経済学を専攻して卒業する。1904年、日本に帰国し、早稲田大学教授や学習院大学教授を歴任した。1907年10月に、朝鮮へ渡り、東韓府法制取調べ事務職宅、韓国区内府書記官となった。1911年に、利用職事務官、総督府外事局取調べ事務職宅、 1914年に、式武官権利用食事武官となり、宮内省大臣官房御用係に任命された。1918年に、貴族院議員となったが、翌年に休世した。去年48、家人の妻、津軽照子は、旧国来藩主、小笠原忠信の娘である。夫婦共に、老いの子の絵なおまを養子にすることを望んでいたが、実現せず、 終わり徳川家の徳川義女の次男義隆が津軽家を継いだ。津軽家は大浦出身の子とされる津軽ため信を師祖とし、広崎藩主家であった。この家は藤原忠道の子であるこの江元ザネを師とし、ご設家の一つであった。養母の津軽院子はこの家出身でおばにあたる。ありがとうございます。